はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、試食会動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、料理動画です。まあ、ここ最近ですね、息子 の弁当をね、動画作ってる動画をね、アップロードしてるんですけども、まあね、それに関してね、料理も手慣れたもんやねってね、コメントいただきますけども、まだまだ皆様の足元には及びません。まあ、包丁さばきとかがね、その上手なように見えてるだけでですね、料理に対する考え方っていうんですか、その食材のね、合わせ方によるその栄養のバランスとかっていうのはね、まだまだ勉強せなあきません。そんなバランスとかも考えてですね、一応野菜を取り入れて、毎日その息子のね、お弁当をね、作ってるんですけど、この前のね、かぼちゃを忍ばせた卵焼きと、そのエビとほうれん草とウインナーか、それのね、パスタですね。まあ、美味しくなかったのかして、その2種類ね、全部ね、残してやりましたわ。まあ、その2種類でね、お弁当のおかずの部分があるんですけど、そのね、3分の2をね、占めてたんですよ。でもそれやのに、それを残されてたのが、すごいショックでしたね、やっぱりね。この世の中のお母さんらがね、よく言うてるじゃないですか。朝早く起きて弁当を作ってるのに残されたらショックやでーって。もうね、美容室のお客さんからね、よく聞いてましたんで、このことかーってね、思いました。だからね、もうね、複雑なことはしません。どう考えたらね、僕もその子供の頃はですね、お母さんはシンプルなお弁当を作ってくれたよなーってね、記憶があります。まあ、中学に入ってからはですね、好き嫌いもなくなったので何でも食べてましたけど、小さい頃の小学校の頃とかですね、その遠足ね、遠足のお弁当とかっていうのは食べれるもんだけの記憶でしたね。まあ、だからね、やっぱりその大人の感覚っていうんですか、その愛情や言うて、その自分の今の僕のね、感覚でね、その子供に押し付けるのはね、あかんちゅうことですね。まあ、某料理学校のね、林先生もね、言ってましたけどね、林先生言うてもだけど、まあ、某料理学校のね、人なんですけども、料理はね、技術も大事や言うてね、言うてはりましたんで、ね、もう本当に今回のその息子のおかずのことに関してはね、勉強になりました。まあ、そんな感じでね、今日はね、白菜ラーメンの素を使った白菜ラーメンと、その具材に、ちょっとナスビとキャベツをね、少し足してみて、野菜スムージーをね、作って飲んでみます。じゃあ、作っていきます。はい、ということでね、今からね、作っていきます。まずはね、白菜、豚肉、人参、そして、白菜が美味しいラーメン。これね、これを使いますんでね。さあ、まずは、お肉を切っていきます。まとめたまんま切っていったら、まとまったまんま固まってしまうんで。白菜ラーメンね、美味しいとこね、大阪にもありますよね。食べてないですけど。よし、これでね、一回一回洗わんとね、お叱りを受けましたんでね、ご指摘ね、ご指導を受けましたんでね。皆さんからね、こうやってね、食材によって、肉と野菜によってちゃんとね、さっき洗いなさいとかね、変えなさいとかね、言われましたんで、まな板も変えます。包丁も洗いました。で次は野菜を切っていきます。人参ですね。人参はね、実はね、子供もね、単品とかそのごとやったらね、食べてくれないんですよ、ラーメンに入れても。なので半分、すりおろします。で半分は、ラーメンに入ってるような切り方をして、それは奥さん用に切ります。で半分おろしましょう。半分すりおろして、これはスープの中に溶け込ませます。僕の野菜スムージーはこのタッパーを使ってます。中に入れます。置いておきます。魚を多すぎておろしたことないくせに自分用にで、この分を奥さんに使います。まあ、奥さんにはこれぐらいを、であとはもっと細かくして子供にわからんようにスープになじませて飲ませます。よし、あとは自分の野菜を切ります。こちらでございます。キャベツ、春菊、ナスビ、余ってるサニーレタス、これをね、使います。
ます。やっぱり野菜とかってね、目に見えへん虫とかついてるからね、やっぱ洗わなダメらしい。サニーレタス、今洗いましょう。これヘタ取らなあきませんよね。どうやって取るんだろう。取れるんかな。まあ、スビのヘタがつん取り方が分かる。蒸したやな。ちょっと葉っぱの部分を蒸して、ここを切ってもか。あ、皮がめくれる？ピーラーや。ピーラー。でいいんかな。やってみますね。おお。すごい。ナスビ剥いたの初めて。ちょっと楽しいかも。ナスビってピーラーで剥くんや。なんかね、焼いてね、したら丸焦げになるぐらいまで焼いたらそのままベロンと剥がれるっていう料理は食べたことあるんですけど、中がぐじゅぐじゅになって美味しいんですけど、酢味噌とかつけてね、辛子味噌かな、美味しいんですけど、今はそんなネタ食べられへんから。スビって剥いてもしっかりしてんねや。もうね、料理したことないのが丸分かりでしょ。本当に野菜の使い方もね、知らんっていうね、この年になってもね。じゃん、上にナスビが乗ってて、レタスにキャベツに、これは何や、何だかな、春菊に、次は一番下には白菜が入っております。で、水を足して軽く蓋を乗せて、しなしななるまでチンします。さあ、ここでやっとラーメン作りに入ります。フライパンを使います。フライパンでできるラーメンなんですって。油を引きます。じゃあ野菜を入れていきます。まずは白菜から。人参おろしも入れます。で、豚肉、よし。あとは火が通ったので、水 300ml、 1人前が 300ml やから、3人前が900、3人前、僕食べれないんでね、3人前、奥さんと長男次男ね。よし、これをよく混ぜます。こんだけ沸騰したら問題ないでしょう。完成。あとはね、麺入れるだけなんですけどね、麺をね、入れて置いとくとね、まだその子供がね、全然帰ってくる時間じゃないんですよ。なので、これをこのまま麺入れてしまったら、麺がね、このスープをね、めっちゃ吸うて、麺がふやけてしまってね、うこつなりすぎてね、美味しくなくなるんでね、麺は息子らが帰っていてから一緒にまた再加熱して、していきます。めっちゃいい匂い。もうね、匂いだけでお腹いっぱいになりますわ。でもね、これは食べれないんでね。さあ、次はね、ブレンダーをしていきますよ。あっちー。さあ、火の通った野菜たちでございます。水分が出たということでね。さあ、ではブレンダーをしていきます。あんだけかさばってたのがこんなにスムージー、ペースト状になりました。さあさあ、牛乳でございます。入れて、はい、出来上がりました。あんなにペーストやったのが、もうこれはもうスムージーでしょう。さあ、入れます。上手に入れるかな。よし、OK。 こんな色です。まあ前とあんま変わらないですけどね。まあ野菜だけなんで。いただきます。うん、いつもの野菜のスムージーと一緒かなって感じですね。ナスビ一本入れたけど、ナスビが強かったらそうでもないんですね。ナスビってもともと味ってあるんないんかなって思いますけども、けどそんなことないよな。ナスビのなんや、ナスビのお味噌汁とか、ナスビ焼いたやつ、炊いたやつとか、そのままナスビごと食べたらナスビの味しますもんね。でもこうなってしまったらナスビの味が感じなかった。でも栄養は取れてると思うんだよね、ナスビのね。
何の栄養かまだ調べてないんで分かんないですけども、体にいいと思いますけどね。うん、あでもね、全然いつもの味で飲みやすいです。まあ、いつもの味って言ってもね、キャベツと春菊、ほうれん草入れることもあるし、人参もちょっと入れるし、結構なんで同じような味なんかなと思ったら、いつも入れてる野菜を多めに入れたからかもしれないですね。白菜は白菜の香りとかも多少はありますけども、キャベツかな、キャベツが勝ってるんかな。うん、安定の野菜のスムージーでございます。ごちそうさまでした。美味しかったですよ。まずいわけがない、これの体に良すぎてね、すごいいい味ですよ。本当に皆さんには想像できへん味だと思います。これはでも飲み続けてたら、僕もね最初はね、こんなめっちゃ野菜やんって思ってましたけど、飲めるもんですよ。本当に美味しい、すっごい美味しい。これはね伝われへんな。なかなかその、ね、野菜かじったらええやんって思うんですよ。でもこの味は野菜かじっただけでは出されへん味です。本当にこれほんまに皆さんおすすめなんで、一回やってみてください。もう味付けなし、茹でるだけの、野菜を潰しただけのやつでございます。でも今日はね、このラーメンのね、白菜と何やったかな、人参と、まあ、豚肉は入れてないですけど、そこにキャベツと春菊、ナスビとサニーレタス、この6種類ね入ったねやつです。またね、他にいい野菜というかさ、珍しい野菜があればやってみますんでね。小松菜もねコメント欄で教えてもらってますんで、これもね今度またスーパー行って買ってきて小松菜入れて、やってみます。単品ではしないですけどね、こうやって混ぜてしますけどもね。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。